はい、こんにちは、僕です。女神転生4続きをやっていきましょう。いきなり襲撃されたわ。じゃあね、今回は、都庁だね、都庁。都庁を攻略していけばいいのかな。結構広そうなんだよな。立体的なね、ダンジョンになっていますよね。相変わらずね、死体がいっぱい転がってるんだよな、この辺な。あれ、あいつ普通にエンカウントするんだな。なんだっけ？何雲だっけ？土雲？何弱点か覚えてないぞ。土雲って何弱点だったっけな？ブフーラ？ブフが効くかな？オッケー、ブフが弱点でした。経験値だっけーな。またレベル上がりますね、これは。なんで武器をね、そう、チェーンソー、剣に変えてるんで、これ気をつけないといけないな。槍の感覚でね、振りかぶっては多分ミスってしまうな。あれ、行き止まりだぞ。行き止まりなんだけど、あ、こっち側に行けるのか。ここから上に行ける。構造がよくわかんない。なんだ。あー、さらにここから下にも行ける。上に行くだけ行ってみようかな。んで、ちょっとね、ドワーフが出てきたんだけど、ドワーフね、捕まえておきたいんだよな。ドワーフ自体が欲しいというわけではないんだけど、おなごと合体して若返りか。うひょ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 。よろしい、上出来だぞい。これでわしはお前さんの仲間だ。わしは地霊ドワーフ。うん、オッケーオッケー。奈落でね、見つけたんだけど、仲間にしそびれていたんで。こっち側は行き止まりじゃないな。階段があるな。早くもすべてのスキル覚えてしまったな。タルカジャ。まあ、スクカジャ、タルカジャはね、もうこれ以上ね、継承できないんだよな。もうちょっとね、消費 MP が軽減できたらよかったんだけど、まあ、消費 MP12 というところでね、終わってしまいましたね。援護してやる。レベル関係なくね、地霊系の悪魔しか出てこないんですね。ここにいるのか。ちょっと待って。まだね、この辺うろうろし足りないよね。さっきの下に降りる場所とかもちょっと気になってるんで、ちょっとある程度この辺のね、マップを埋めてから行きたいかな。多分ボス戦だよね。しくじった。いや、こ、いや、最低だわ、マジ。まあ、ハンマーしてくんのか、お前。ちょっと一旦ね、ちょっとこの戦いを回避していこうかな。あ、こいつ、ちょっと仲間に入れておきたいな。マハンマ欲しいな。スルッとね、スルッと死ねるな、みんな、本当に。それでどこだっけな。ここか。ここから下に降りられる。下に行くとどこに繋がってるんだ。まだ来てない場所。いや、来たな。さっきの場所じゃねえか。あ、じゃあいいや。一通りね、マップは埋まりましたんで、さっきのね、強力な悪魔がいるっていうところまで向かっていきましょうかね。うん、カワンチャ、ちょっと仲間に入れていきたい。ぶらり出かけたい気分だの。どこへ連れて行っていてくれるのだ。墓場、ウバステ山、戦場。わしはこう見えて退役軍人でな。戦場とは心が躍るわい。ただでも仲間にならん。まあそうなんだろうな。上出来だぞい。これでわしはお前さんの仲間だ。地霊カワンチャ。仲間になりました。こいつがね、レベルカンストすれば、カンストというかスキルすべて覚えれば、マハンマをいただくことができるぞ。よし、じゃあね、一通り埋まりましたんで、ここね、行きましょう。ちょっと回復だけしておこうかな。体力は全回復なんで、MP の回復をしておいた方がいいんじゃないかな。なんとも言えんけど。うん、じゃあ中にね、入ってみましょう。こっちだってガキの使いじゃねえんだ。分かってくださいよ。ねえ。あしらかいの男。豊洲とかにならね、新しいお住まいご用意させていただきますよ。ああ、悪魔がいるんだ、やっぱり。悪魔が男たちと向かい合っている。この悪魔に対して交渉していたんだね。お前たちの指図を受ける義理などない。この悪魔なんですかね。あれが都庁を支配する悪魔。うん、都庁を支配する悪魔。ああ、ちょうどいい。あんたらもクエストの志願者だな。うん。
これだけメンツが揃いましたぜ。あんたもバカじゃないでしょ。戦うんだよね、どうせ。ただでって話じゃないんだ。赤玉。赤玉をつけますぜ。赤玉がありゃ、もう人間を食わずに済む。それに、結構ハイになれますぜ。そうなの？町は人間のもんなんだぞ。だから、悪魔が出ていけ。ちょっとお前は喋るな。俺の友達、みんな食い上げて。お前も喋るな。生きるために他者を喰らうのは自然の摂理だ。悪魔狩りをなりわいとする人間が何を。見透かされてるぞ。それにもとより、ここ新宿は我らが先住の地。後から訪れ領主を気取るばかりか、慈悲をやるから立ち退けとは少し。すごく正論ですね。なんだか話が複雑。話が複雑ですね。赤玉のような不自然なこしらえものを喰らえるわけがなかろう。この悪魔も地霊なのかな。ここに、お前らを喰らえばいい。喰らう。バイトのハンター。いやだ、喰らわれたくない。アルバイトだからな。まあ、逃げても責任はね、追求しませんわ。そんなの俺だって。雇われハンター。お前は雇われだからな。逃げた。雇われハンターとバイトのハンターは逃げ出してしまった。あの腐れハンターどもが。口調が変わったぞ。交渉もここまでだな。おう、そこの4人さんよ。新宿のため、あの悪魔を始末してくれや。あの悪魔を始末してくれや。始末？人間のためにってことだよね。始末していきましょう。人間はすぐに争いたがる。だが、力技で来るというならやむを得まい。戦いましょう。何かな、この悪魔。でけえな。結構でかいぞ。我が名は、地霊クエビコ。クエビコ。かつて、土と人間との間には優劣などなかったのだ。独力で生きているなどとうぬぼれる人間どもが、粉みじんに切り刻み、新宿の地の肥やしにしてくれ。地霊の鏡みたいな悪魔ですね。大地へ帰れ。あ、先制攻撃だと。楽んだ。アクセルクロー。見て。いや、耐えた。なんとか耐えた。どうしよう、スクカジャだな。楽んだ。されたけど、楽カジャなんて持ってねえからさ。スクカジャ、タルカジャ巻いて。なんとか耐えるしかねえよな。何が弱点かな。ジオ系が効くかな。わかんないな。そうだな。弱点つけなかったな。見えた。弱点がわかんねえ。ブフジオは当倍。また楽んだ。いや、いてんだよ、さっきからよ。最近の悪魔ほんといてえよな。誰呼ぼうかな。誰か呼んどいた方がいいだろう。アクセルクローでしょ。物理系の攻撃をしてくんだよな。物理耐性がある悪魔なんていねえぞ。ちょっとタレン出していこう。ヨモツシコメに来てもらって、とりあえずお前はね、アキラーとかやってもらおうかな。あ、やっと弱点見つけた。やった。でタレンだ。攻撃力を下げるわ。なんでアギラを。侍の本気だ。アギラをアギをしてほしいな。そこはデクンだ。いや、デクンだしてくんの。あ、風系なんだな。ウィンドブレス。弱点なんだよな、主人公の。ヤマタンが変わってくれたと思う、今の。あ、じゃあ、アギラを。弱点わかればな。この、今回のバトル勝てるかわかんないけど、次はなんとかなるだろう。もう一回タルンダ行きましょう。デクンダで一旦潰せるんであればでかいな。もう一回タルンダ。攻撃力を下げていくわ。せやー、倒した。倒せました。2名ほどね、悪魔がやられたけど。貶められるか、我らが、サタン。せめて、この魂、土くれとなりて
今回はね、とどめを刺すかどうかとか選ばさせられないんですね。レベル上がっちゃったな。ざまあねえよな。抵抗しなければ死なずに済んだのによ。さて、打ち上げの準備しなきゃな。西口の奪還記念だ。西口も解放か。とね、こいつの言いなりで、倒したというのが尺なんだけどね。あんたらもお疲れさん。これでうまいもんでも食ってきな。お金がもらえる？4000マッカ。お金いただきましたね。アシュラ界の男は、ヨーヨーと引き上げていった。クエビコを倒すって選択は、本当に正しかったのか？クエスト達成、お疲れ様。ちょっともやもやする終わりでしたね、今のは。倒すしかないんじゃない？ただ、どうなんだろう。選択によっては戦わずに済んだのかな？地霊のゴフ手に入れましたね。で、主人公のレベルも上がりました。100超えるんだ。データ数100超えるんですね。とりあえず魔力上げてこう。地霊の護符を手に入れた。あたりの空気が変わっていく。これで西口、都庁側も解放されたと。新宿のね。それで、帰ればいいのかな？ここ何もないのかな？もう。誰もいない。誰もいないんだ。じゃあ帰るか。帰りましょうか。地霊のね、護符を手に入れたんで、これで池袋にね、向かっていけるんじゃないですかね。そうだそうだ。今レベルが上がったんで、どれだっけな。これだ。仲間スキル増設さん。これをね、解放していきましょう。で、次は仲間スキル増設4かな。これで最後かな。まあまたね、4レベル上がったら、こちらを解放していきましょう。そうだ、二人死んでるの忘れてたな。とりあえず回復だよな。何の用だ。新しいクエストを発見。リストに登録しておく。新しいクエストがあった。何か納品系のクエストはないかな。納品系のクエストはないのか。ちょっと会話してみよう。店主。ご苦労だったな。都庁の悪魔の剣。なんか考えさせられるぜ。昔に見た、なんとかセブンって特撮番組の海底人の話を思い出すんだよな。いや、気にしないでくれ。あんたらには感謝してるから。もうやっぱりもやもやする感じなんですね、みんな。新しく増えたのが、イシスの棺探し。私はエジプトの地母神でイシスと申します。夫が悪者たちに殺されてしまい、さらに棺まで奪われ、奈落という洞窟の川に流されてしまいました。奈落に土地勘がある方、棺探しにご協力願います。奈落第2層の小部屋で詳しいことをお話しします。これあれだな、これ悪魔から受けたクエストでしたね。あ、これかな？社を守護する悪魔。霞ヶ関のずっと北、神田明神に住む大国主という悪魔が人間を襲うようになって困っている。昔は東京の人々を守る神様だったらしいが、今はその住民たちが恐怖するありさまだ。大国主を倒した者には報酬を出そう。腕に自信のあるハンターは討伐に向かってくれ。大国主、以前出会いましたね。あいつ討伐するのか。結構ね、サイドクエストが溜まってきてしまってるんで、ちょっとサイドクエストも消化していきましょうかね。これあれなんですよね、サイドクエスト一度に受注できるのが一個だけだからさ。一つずつ片付けていくしかない。とりあえず、霞が関で、写真を撮っていきましょうか。地下シェルターの定期点検、これだな。納品クエストか。これ納品クエストなんだ。あ、じゃあ写真撮るだけ撮ればいいのかな。シェルター内にある悪魔討伐基地のようだ。写真を撮りますか。ここを撮ればいいんだな。じゃあこれをね、納品していけばいいのか。目標数に到達よ。簡単だな。そうしたら次どうしようかな。なんか簡単なクエストをね、ちょっと今回は片付けていきたい。新宿のゴールデン街の奥、小さなスナックがある。そのスナックの写真。ゴールデン街か。ちょっと行きたくないんだけどな、そこ。新宿に行くか、もう一回。ゴールデン街まで来たんだけど、どこだ？どこにあるんだ、スナック。ファミコンバーでしょ？ここかな？いやいやいや、これ何なんですかね？何なんだ？急に出てくるんだけど。
困るわ、動き止められると。あ、スナックの店内に入った。ここね。何もないけど。ここでいいんだ。ここでいいんだろうね。やった。目標数に到達よ。オッケー。あとは納品するだけ。帰ろう帰ろう。ここに用はないわ。うるは、なんだ、話しかけてきた。ディリンガル。あなたは僕を殺す気ですか？お願いだから殺さないで何でもしますから。仲間にしておこうかな。やっぱり命は惜しいですからね。あ、勇気猛量。仲間になりました。これでストックがいっぱいになってしまったな、また。合体もしておきたいよな。あー、この写真は、ハンター紹介じゃないのか。お互い生きてまた会おうや。直接ね、その依頼主のところに持ってかないといけないのか。依頼主がどこにいるか覚えとかないといけないですね。多分今後もね、この写真を撮ってくれ系のね、クエスト増えると思う。確かね、ここにおばあちゃんがいたよね。おや。写真を持ってきてくれたのかい？写真を渡しましょう。要求物を納品した。達成。速さの効果。やっぱり、何もかもなくなってるね。何もない部屋だよね。でもね、私には見えるよ。安酒の瓶が並んだ棚や、ここに傾いたテーブルがあって、奥にはあの子が打ってたレジ。この店はね、私と娘の二人で切り盛りしてたんだ。25年前、店に突然悪魔が現れて、娘が食われたあの日までは、娘と働いてたあの頃が人生で一番幸せだった時なのさ。ありがとう。これで娘の思い出を抱いていけるよ。ありがとうね。自分の娘がね、悪魔に食われてしまった。食べられてしまったんですね。じゃあね、これ、地上か。新宿のね、地上にね、確かいましたよね。元気？あんたか。写真は撮ってきてくれた？写真を渡す。こっちは何もらえる？カモフラージュ。おう。頭装備だな。よく取れてるよ。これで資料も形になる。ありがとう。助かったよ、ペペチ。さすが写真家の卵。違うのかい？また私、姉さんに担がれたかな。とにかく礼を言うよ。姉さんにもよろしくな。姉さんまた会うことあるのかな？今手に入れた防具は強いのかな？どうかな？あ、強い。かっこ悪いけどな。かっこ悪いけど強いな。付け替えるか。ダセーな。あとはね、結構バトル系のね、サイドクエスト、チャレンジクエストだと思いますので、ちょっと次回から1パートか2パートぐらい使って、ある程度片付けていきたいかなと思います。まあこれ結構ランク高えな。今じゃ戦えないかな。まあ、ある程度ね、ランク星3つか4つぐらいであれば、今の戦力でも、片付けていけるんじゃないかなという感じなので、まあ、適当にね、何個か見繕ってやっていきたいと思います。それでは、一旦ね、今回はここで終わりにしたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。